こんにちは、畑中直美です。今日はですね、久しぶりに購入品のご紹介をしていきたいと思います。ちょっと前に GU のオンラインショップで夏物のお買い物をしたので、今日はね、そちらのお買い物した商品のご紹介をしていきたいと思います。少し前の動画でユニクロと GU の購入品動画をアップしたんですけど、その時はあのパンツ、ボトムね、ボトムがメインの動画だったんですけど、今回はトップスをメインにお買い物してきました。それでは早速一つ目ご紹介していきたいと思います。じゃーん、こちらはですね、タックスリーブティー5分丈で、値段はなんと990円、めっちゃ安い。そう、これね、袖部分にタックが入っていて、こんな感じで、なので着るとちょっとこう、ここがね、袖の部分がふわっとふわっとなって、パフスリーブっぽい感じのシルエットになるんですよ。で、そういうこう T シャツってカジュアルなアイテムだけど、こういう形がね、少しデザイン入っていて、女性らしいシルエットが出せるのがすごくいいなと思って、こちらのシンプルな T シャツを購入しました。これはね、私はね、 M サイズ購入しました。普段結構 T シャツ着るときに L サイズとか、まあ、メンズの L とかも着るんだけど、これはね、ちょっと形が女性らしいので、あんまりこうダボっとせずに、まあ、程よいサイズ感で着用したいなと思ったので、私は M サイズを購入しました。こんな感じです。すごくシンプルな T シャツだけど、形が女性らしいシルエットのシンプルな T シャツです。あ、で、着用してる映像、こうシルエットだったり形とか気になる方もいると思うので、着用してる映像は動画の最後に載せておくので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあ次ご紹介するアイテムは、なんとちょっと二色買いをしてしまいました。これね、すごく使えるアイテムだなと思って二色買いしたんですけど、商品名がスムーススリーブレスティーノースリーブの T シャツです。じゃーん、まあ、シンプルなノースリーブですね。ホワイトと私のね、グリーン購入しました。結構こういうアースカラーはね、夏すごく使えるなと思って、こう帽子とか合わせたりして着用したいなと思いました。キャスケットとかね、合わせても可愛いなと思います。これもね、値段がすごく安いんですよ。990円。めっちゃ安い。これもね、両方とも M サイズにしました。普段ね、ほんと L サイズとか着ること多いんだけど、今回ね、これもちょっと女性らしい感じで、ちょっとこうジャストサイズで着たいなと思って、私は両方とも M サイズにしたんですけど、どっちか片方だけ L サイズでも良かったかなと思います。やっぱりちょっとね、こうサイズがワンサイズだけ違うだけでもシルエットが全然変わってくるので、着方とか見え方が全然変わってくるので、サイズ選びはやっぱりすごく重要だなと思います。でも M サイズでも着用してみた感じ、全然すごくいい感じだったので、まあいいかなっていう感じです。だけど今度こう2色買いとかするアイテムとかはサイズ違いで買ってみようかなって思いました。はい、でこんな感じでシンプルなノースリーブティーを2色買いしました。これね、ちょうどね、このなんだろう、この肩のこの幅がすごくいい感じで、私肩幅がすごく広くって、こういうノースリーブ着るときに、なんて言うんだろう、こう肩の見え方っていうのをすごく気にして購入するんですけど、今回のこのノースリーブはこのちょうどこの肩のこの幅がすごく自分的にちょうどよくって良かったなって思います。肩幅が結構広く見えるノースリーブってすごく多いので、ノースリーブを買うときは結構形を気にして私は購入します。はい、で次、これもね、これもともとね、これを買いたいなと思って今回のオンラインショップでお買い物をしたっていう感じです。これを買おうと思ってて、他の商品も気になって買っちゃったみたいな感じなので、メインはね、これを買いたいなって思ってたんです。じゃーん、
リブメロコンパクトティーのブラック M サイズですね。 M サイズこれもなんと990円。今回全部私990円のものが多いかも。というか GU は T シャツが結構やっぱ1000円以下のものが多いのかなっていう風に感じました。で今回これはね、こうデザインが入ってるもので、こう首の部分だったり袖の部分にこうクシュクシュっとこう女性らしいデザインが入ってる T シャツなんですよ。でさっきも言ったんですけど、カジュアルな T シャツすごく好きなんだけど、結構ね自分の部屋のクローゼットを見た時に、まあ、こういう面の普通のこういうカジュアルな T シャツが多かったので、ちょっとね今年の夏は T シャツでカジュアルなファッションなんだけど女性らしさっていうのもしっかり取り込んでコーディネートしていきたいなと思ったので、たまにはねこういうちょっと女性らしいデザインの入ったT シャツを着てみたいなと思ったので、今回こちらを購入しました。白とすごく悩んだんだけど、ちょっとデザインがねこうクシュクシュっとしてて結構女性らしい感じだったので、いきなりね私がこういうデザインの T シャツで白を着るとちょっと可愛すぎちゃうかなと思ったので、ちょっとこう黒でまあ可愛らしいデザインだけど大人っぽさも取り入れやすい黒にしました。これねサイズ感もね L サイズと正直悩んだの。結構もともとが多分これはこうシルエット的にも女性らしくこうピタッとした感じの T シャツだから、まあ私、まあ、肩幅も広いって話をさっきもしたんだけど、うん、L サイズの方がいいかなって思ったんだけど、まあ、きっとこう生地的にも伸びる生地だなと思って M サイズにしたんですけど、まあ、M サイズで本当にこれは良かったなって思います。はい、ちょうどいいこうジャストサイズ感があって、丈感もちょうどちょっとこうお腹が見えるか見えないかぐらいの感じで、すごく、いい買い物をしたなと思います。まあ S サイズでもいいかなとは思いました。最悪ねこれもし色違いで白も欲しくなったら、白は S サイズでもいいかなと思います。丈も短くなるのでちょっとこうお腹がね見える感じがまた、夏に来たらすごく可愛いなって思います。意外とね結構ねそこまですごいピタッとするわけじゃなく、まあ、GU とかユニクロもそうだけど S サイズとかでもすごく小さいわけじゃないじゃないですか。なので普段着ているサイズよりワンサイズとか小さいサイズにしても特に問題はないのかなって思います。で次がこちら、じゃん、アシンメトリーネックタンクトップのブラックです。はい、まあ商品名の通りアシンメトリーな、デザインのタンクトップになります。こんな感じで肩がねがっつり出る感じで夏に重宝しそうなアイテムです。意外とねこういうデザインの入ったタンクトップって私持ってなかったんですよ。すごい今流行ってて結構いろんなブランドからこういう形のタンクトップ出てると思うんですけど、割とね私今年は、まあ、T シャツはもちろん変わらずすごいたくさん着る予定なんですけど、キャミソールとかタンクトップもたくさん着ていきたいなって思います。こういうキャミソールとかタンクトップにちょっとこうシースルーの、シャツとか羽織ったりしてもすごく可愛いなって思います。はい、これもね素人ちょっと悩んだんだけど、やっぱりちょっとねこう私は黒でこう引き締まった感じの大人っぽい雰囲気にしたいなと思ったので黒にしました。まあ、ブラウンとかもねすごく可愛いなと思ったんだけど、まずはねこういう形のシンプルな使いやすいカラーを持ってなかったので、まずは黒を購入してみました。はい、これもね私サイズは M サイズ購入しました。ちなみに金額はこれも990円。安いめちゃくちゃ安い。こんな感じでアシンメトリーのタンクトップを購入しました。こうやってね T シャツの上に合わせてもすごく可愛いですよね。はい、で次なんですけど、次はちょっとね服というかおまけ的な感じです。ちょっとねこう自粛期間中に、まあ、いわゆる自粛太りだけはしたくないとは思ってたんだけど自粛太りというものをやはりしてしまって、
最近ね、まあ、オンラインで自粛中もトレーニングはしてたんだけど、最近ちょっとずつこうジムの方も再開してきて、いろいろねこう消毒とか気をつけながらジムに通うようにしてるんですけど、トレーニングウェアをね購入しました。じゃん、まあ、シンプルな黒のブラトップです。私意外とねブラトップが、これトレーニング用のねブラトップが黒って持ってなかったんですよ。ピンクとか白とかそういう色は持ってたんだけど、シンプルなこういう使いやすい黒のブラトップ持ってなかったので、これもねすごく安かったんですよ。790円。で全然着た感じもね透けなかったし、しっかりこうパッドも入ってるので、全然790円にしてはすごくいいなと思います。はい、これは L サイズを購入しました。で合わせて下のレギンスもね購入したんだけど、私ねそれこれブラックを購入したつもりだったんだけど、このブラトップに合わせて、なぜかねグレーにしてたっぽいです。グレーにしたかなって思ったんだけど、まあ別にいっかっていう感じでグレーのレギンスも購入しました。まあ、グレーのねトレーニング用のレギンス持ってるから、まあ、黒が欲しかったんだけど、まあ、間違っちゃったんでしょうね、気づかない間に。これは、M サイズにしました。で金額がこれも790円、安っ、めちゃくちゃ安いよね。でもただねこれね履いた感じね、正直下着がやっぱりね透けました、透けちゃったの。そう、まあ、ちょっと今見えるかな、ちょっとね結構薄め、ほらちょっとこう指が透けるでしょ、ちょっとねこれは生地が薄いかなって感じました。結構厚めのタイツみたいな感じの生地感だったかな。履き心地とかは全然ねストレスにならない感じですごくいいんだけど、トレーニング中はやっぱりちょっとこうこれは下着が透けちゃうかなっていう風に感じました。まあ、ただね790円っていう安い値段だし、まあ、上にね長い T シャツだったり、お尻が隠れるぐらいの長い T シャツとかパーカーとか着て外をまあ歩いたり散歩したり走ったりする分にはいいかなと思うんですけど、こうブラトップと合わせてこれだけでちょっとトレーニングするってなると下着がこう透けちゃうからちょっと難しいかなっていう風に感じました。なのでこれを履いてトレーニングするときは長めの T シャツを合わせたいと思いました。はい、というわけで、以上の 1,2,3,4,5,6,7 点購入しましたね。ほぼ990円っていうか990円のものと790円のものしか購入してないです。このトレーニングウェア以外は今回全部990円だったので、7点買って全部で7183円、めっちゃ安い、 GU 様々ですね。ね、全然こんなにねあの安い金額なのにすごくこうシンプルで使いやすいアイテムだし、生地感もすごくしっかりしてるので、今年の夏だけじゃなく来年も着れるかなっていうぐらいの感じです、ね、すごくいい買い物をしたなと思います。結構ねシンプルなものが今回多かったので、普通にデニムだったりとか、まあ、夏だったらショートパンツだったりとか、いろんなパンツにも合わせやすいデザインやカラーのものを購入したので、夏のコーディネートもすごく楽しみです。なんかねこう女性らしいカジュアルな服装っていうのをやっぱりしたいなと思って、カジュアルな服装なんだけどどこかに女性らしさを取り入れるっていうのが自分の中のマイルールなので、今年はねちょっとこう肌見せもしつつ、カジュアルだけど肌見せもしたようなファッションをしたいと思います。コーディネートとかインスタグラムに、投稿していきたいなと思うので、ぜひ、コーディネート気になる方はインスタグラムの方もチェックしてみてください。
というわけで今日は GU の購入品のご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。